はい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、フジテレビのめざまし8っていう番組のスタッフがですね、むちゃくちゃ大変な思いをした人に対して、その情報くれませんかみたいな感じで話をね、DM で送ってですね、ただでお願いしますって言った結果、完全に拒否されて、撃退されてしまうっていうのはそんなお話なんですよね。まあ大変な思いしたその経験談を教えてほしいですけど、ただでお願いしますって言ってきてるそんなねスタッフがいるぞということで話題になってるんで、今回その件についてね見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、これね、ある人、こちらの方がですね、大変な思いをしたぞということでTwitter でね話をしてた内容なんですよ。これかな、関東の方の大積雪、ものすごい雪が降っちゃったっていうことで、ちょっと電車で外に出てたんだけど、途中で電車が止まってですね、こんな感じで電車の中真っ暗になりましただとか、立ち往生しているという状況だったんですよね。まあ、それぐらいやばい雪だったわけですけど、電源復活しました、ただ運転再開の見込みは立っていませんだとか、まあ、この中で車中泊するみたいな話だとか、もう本当大変な思いをしてたわけなんですよね。そしてですね、こんな感じで約19時間の長旅でしたって、以上ですということで、まあ、Twitter でいろいろね報告してたわけなんですけど、ものすごい長い間ね、この移動してたということで、このように報告してたわけなんですけど、そこにね、めざまし8のスタッフだっていうアカウントから、フジテレビめざまし8スタッフです、突然のご連絡ご容赦ください、ご投稿されている内容につきましてお話伺えないでしょうか、可能であればお手数をおかけいたしますが DM で返信をいただけましたら幸いですっていうことで、めざまし8のスタッフからこうやって連絡が来てたんですよね、リプライで。まあ、こういうのってたまにあるんですけど、その後の DM っていうのが公開されてたんですよ。こんな感じで、めざまし8スタッフとの DM の内容になるんですけど、まずこういう風に聞いてるみたいなんですよね。わざわざ連絡ありがとうございます。何点かご質問なのですが、こちら謝礼って何か出るのでしょうか。まさか情報ください。わかりました。出しましょう。わーい、でも謝礼はありません。なんてアホな話はないですよねって。情報提供による謝礼ぐらいもらえますよねっていうことを聞いて、あと2番目にね、約19時間の長旅を時系列順に解説すれば良いでしょうか、どういうふうに話せばいいのって、その場合はその内容を略すことなく余さず報道いただきたいです。当方は認証アカウントではないため1日の DM 件数が限られておりますので、やり取りは少なめにしたいです、よろしくお願いいたしますということで、こういう話をしてたんですよね。まさか謝礼くれないとかないよねって聞いたら、目覚ましテレビからこう返ってきたらしくて、お忙しいところをご返信いただきまして誠にありがとうございます、以下お声伝えさせていただきますと、1点目の謝礼に関してですが、番組の決まりで取材費などはお支払いしておりませんって、まあ、謝礼は一切出せないんだっていうのをね言って、で2点目のお話しいただけた場合に関してですが、番組の放送時間の都合で全てをお伝えできない場合もございます。お支払いが必要な場合は勝手で大変申し訳ございませんが、依頼を取り下げさせていただければと思います。こちらの都合でお探せしましたことをお詫び申し上げますっていうことで、もうただで教えてくれないならもう大丈夫ですみたいな感じらしいんですよね。なるほど、承知しました。こちらは決して楽ではない19時間の経験だったため、それをただで情報提供するのは割に合いません。なので情報提供はお断りさせていただきます。よろしくお願いいたしますと。まあそりゃそうだよね。19時間の体験っていうのは本当苦しかったでしょうし、まあ、それをね簡単には教えられないよっていう風にね、まあ、それをネタに番組で話をするっていうんであれば、ただじゃダメだろうみたいなね、そんな言い分っていうのは気持ちは分かりますね。まあ、とにかくただで情報提供ねしてもらおうとして完全に拒否されてね、撃退されちゃってますよね。もう3回の DM で「はいお前なしです」みたいなね撃退されちゃってるわけなんですよね。まあ、ということでネットの意見も見ていこうと思うんですけど、みんなで拒否したら取材費払うようになるんじゃないって、テレビは偉いと勘違いしてる連中に分からせるためにもみんな拒否しようよって、なんでただで情報もらえると思ってんだって。だからまあみんなで拒否し続けたらいつか取材費払うようになるんじゃねえのかっていうのがね言われてたりしますね。とか他には番組の決まりで払えないのか、ふーんですよねって、そんなの知るかーってなりますよね。なんで情報提供してんのに無償でやらないといけないんだってなっちゃいますよね。何様だお前って。本当になんで金払わないんだろう。話を聞かせてもらってそれを金儲け使うのになぜその仕入れ先にお金を払わないんだろう。法律で決まってるとかならともかく番組の決まりだったら変えればいいだけやんって。いまだにテレビの影響力は強いからってことで殿様商売やってんだろうな、視聴率下がるわけだっていうのがね言われてたり、他には取材しても放送しない可能性がある話題だからですよって。まあこれってね取材しても放送されてなかったっていうようなね、そんな声もネット上で上がってたりしますからね。まあ、もちろんそこをね選別するっていうのは必要かもしれないですけど、一生でわざわざ情報提供してる時間とか割いてる人に対してちょっと失礼だよね。大雪で困難な状態になりましたならその翌日ぐらいしか放送しないし、大きなニュース速報が飛び込んできたら当然そちらが優先になり押し出されますからねって。無駄になる可能性のあるものに金は落とせませんよっていう風に言われてたりしますね。まあとはいえひどいよねちょっと。とか他には出演者にはギャラを払うのに情報提供者には謝礼は払えない、不思議だなって。いやそうですよね。もうここら辺にはもちろんギャラ払うんだから、それは何とかぐらい謝礼出てもおかしくはないよね。とか他にはなぜタダで情報をもらおうとするのだっていう風にねため息のね文字使ってるんですけど、いやほんとそうですよね。とか他にはもう素晴らしいの一言、今後の情報提供を求められる側のお手本教材にしてほしいって、こういう断り方が一番素晴らしいなっていう風にね言われてますね。まあ2つ返事で謝礼も何もないならダメだっていうことで単刀直入に答える、聞くっていうのが大事じゃねえかっていうふうにね言われてたりもしますね。いや昨今メディアのその信憑性とかが疑われたりしてる中で情報提供はタダでしたいっていうその方針はちょっとやばいよね。とか他にはこちらね、目覚まし撃沈ですねっていうことでもう速攻で拒否されて撃沈だっていう風に言われてたり、他にはねテレビは無料で取材協力するのが当然ってスタンスなんやねって。いやほんとそうなんですよね。無料で情報がもらえるっていうのが当たり前みたいになってるんですよね。そんなわけねえだろうって感じがしますけどね。でただで情報をよこせってか、自分たちはその放送で収入を得てるのにって。いや本当そうだよね。なんで視聴者の情報は無料でもらえるっていうことになってんのかな。とか他には、元ネタには金を出さない、勝手に切り取られる、セクシー田中さんの原作者脚本家問題と何も変わらんなーって。脚本家問題で話題になってるに言ってるとかとも変わんねえじゃねえかよっていうようなね、そんな意見ですよね。まあほんとそうかなと思います。ということで今回はフジテレビさんタダで情報提供してもらおうと連絡するも完全に拒否られて撃退されてしまうっていうようなそんなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。もとみちのチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。